Oh shit, don't die. Don't die. Warui. So ka. Somo yo, somo itteranne ze. Ano ne kran. Tabun, onaji. Yoku wakaranai. Sonna toko daro na. Ma, anmari. Nayamane. Nayamane kotta. Ii mitai da. Soria. Yokatta na.全くどうなることかと思ったぜ。あのね、クラウド、エリスがいなくなっちゃったの？そうだな。なんだ。殺したね。クラウド殺した。彼の拳で、彼の剣で殺した。みんなはエリスのを探しに行ってる。古代種の宮とエリスはそこに向かっている。メティオを防ぐ手段があるらしいんだ。エリスが一人で、なんだって一人で、行っちまうんだよ。おい、俺たちも行くぞ。メティオを防ぐことができるのは古代種エリスだけだ。それなら、なおさら、よ、エリスにもしものことがあったらどうするの？セフィロスが気づいたら大変よ。セフィロスはもう知っている。おい、お前、なんだってちんたらしているんだよ、だよ、だ。行きましょう、クラウド。嫌だ。俺はまたおかしくなるかもしれない。セフィロスがそばに来ると俺はまた。ああ、そうだよ。お前のせいでセフィロスは黒マティリアを手に入れたんだ。責任を取れ。責任？お前はよ、なるほど。いろんな問題を叩いてるんだろうさ。自分のことよくわかんねえんだもんな。でもよ、クラウド。俺たちが乗っちまったこの列車はよ、途中、下車はなしだぜ。クラウド、ここまで来たのよ。セフィロスと決着をつけるんでしょ？嫌だ。俺は怖いんだ。このままじゃ俺は俺でなくなってちまうかもしれない。怖いんだ。しょうがねえやつだぜ。あのな、考えてみる、見ろよ。自分のこと全部わかっているやつなんて、世の中に何人いると思ってんだ。誰だってわけわかんねえから、ああだこうだ、悩むんだろ。それでもみんななんとか生きている。逃げ出したりしないでよ。そういうもんじゃねえのか。クラウド、聞いてくれるよね。私信じてるから。嫌だ。俺はどうしたらいい？ここから引き返す。引き返すどこへ？クラウド？待ちな、ティファ。しばらく時間をやろうぜ。これはあいつが自分自身で決着をつけなきゃならねえことだ。信じてるんだよ、だろ、クラウド。これはスケルトンの街かな。骸骨の街。俺は真実を知るのかが怖い。でもそれはなぜだ。よしよし。誰？気がついたのかい？あの人たち、えらく心配して、あんたが気づくまでずっとそばにいたよ。いい友達を持ったな。ね。そうですね。ああ、いる。この二人いる。ラミティアは？ミティアどうか。これは猫のミティアかな。猫もいないか。いえ、これはエリスかな。エリスのミティアかな。じゃあ何のミティアを持っているバリ？ああ、そうだな。装備しよう。じゃあ何の武器いいか。これか。ロケットパンチ。これはいいだけど、ミティアなし。
Mi tío, dame. Suyo. No ni vaino ya se escauca. Yo te levo la psioca. Ni vai. Daya. Chvani no a daya cana. Talisman. Ya mai ribbon. Baleni ribbon. So say, put a knee bike. And you level up to the whole game. Zentaika motel. Zentaika to kaifuku. So して, kore wa karan. Tifa nani motel. Sobi. Nashi. Gunte nashi. Sujo, sujo, sujo. Kore kana daya. Kore mo daya. Ja, power lift yo. Power list. Power list. Mitya wa karan. Kaifuku to sose. あ、全体感持ってる。じゃあさ、全体感と回復。これは創生。全体感と、霊気かな。炎。霊気。この、やつ。何がレベルアップしたいかな。わからん。か全部はいそれは全部よしよしうんクラウドよどったちょっと聞いときたいんだけどよお前はどっちなんだ自分のこともっと知りたいのかそれとも知るのが怖いのかまあどっちにしても5億にいたってなんやんで頭抱えてるしかねえぞもしセフィロスと会ってよまたお前がおかしくなっちまったらそん時はそん時だぜ俺がぶん殴って正気に戻してやるからよクラウド大丈夫よみんながついているじゃねえでも、まあ、なるようにしかならねえぜ。うじうじ悩むな。そうだな、そうだよな。さあ、エリスを探しに行きましょう。こっち何もないか。ああ、このジージ。ここはゴンリンガラ町。同じやつ。同じごと。別に変わった今。神羅の者たちは、マコロができれば幸せなものだった。しかし、マコロは私が、彼女が足りなかった。どこか。から。森か。ああ、森。ああ、わかっている、あの森。なんだ、ザックス。ああ、そうだな、あのザックス。誰あのザックス。ザックスのこと、完全忘れた。3年前のマコロ爆発事故、音は、いくら祈っても死んだ孫若い天婚。これはあの森の、これじゃない。これはあの知らない場所。あ、船、こっちか。なんでこっち？あ、遠い。遠いだよ。めんどくさい。とりあえずの坊主たちに戻るか。あ、そうだな、このピラミッドの場所。
なんだ、なくなった。これももういないか、ピラミッドのところ。まだ入れる。まだ入れる。何かある、このピラミッドの場所。何か秘密。何かアイテム。何もないか。ないね。そっか。じゃあまず坊主たちに挨拶。多分次の戦争始まったかな。船どこ？こっち。あ、見える。このバレとティファ、ティファ本当に弱い。体力ダメ。ドック液。何やそれ。バレのやつは銃じゃないか。針か。坊主たちに戻る。こっちか。坊主。腹綿がちぎれる。子供に死なれて、実に腹綿がちぎれる思いです。腹綿がかきむしられる。腹綿がかきむしられる知らせを友達から聞きました。次の戦争かな。今回全類の、誰？全類の、なん、誰？全類の兵士たち。そうだな、あの人は嘘つき。前回はバーベリンだけと言った。でもバーベリンだけじゃない。大体のビースト、ワイブン。次の戦争かな。おお、ちょうど今タイミング。じゃあ、準備はできている。まあ、今回はバベリン、嘘つき。20匹バベリンか。同じ。なんで同じ？今回倒す。じゃあ、全種類。まずは、ディフェンダーかな。ディフェンダー1匹2匹こっちもかな3匹そしてあのアーチャーもいいね誰ファイターじゃないアタックじゃない誰シューター1匹シューター2匹シューター3匹そしてこれも誰だろうファイターはなんだファイター別にアタッカーだな。The beast はアタッカー。これは何？石遠くへ飛ばして転がす。移動はできない。岩一つ転がす。答え。いらないかな。ワーカー。できる。力は弱い。リベレーターもいい。じゃあリビエーター。もう一匹のリビエーター。残りは何だろう。残りのお金なんだ。たくさんギルド。無駄なギルド。もう一回ディフェンダー、そして。タカー。
そしてシュート、シュートはいい。たくさんシュートしよう。今回絶対勝つ。これで勝てるだろ。もう一度ディフェンダーかな。もう一回ディフェンダー。はい、これで勝てる。あ、もう一度ヒーラー。よし、それでいい。はい、開始。戦闘開始。よし。じゃあ、誰が来る？このやつはアタッカーに。じゃあ、アタッカーにこれを殺す。これはアーチャー。こっちは来るかな。じゃあ、お前移動。こっちに移動しよう。ワイヴン倒す。じゃあ、みんなワイヴン倒すかな。攻撃。この二人も攻撃。ワイヴン。お前も行こう。みんなワイヴンか、クロス。これはアタッカー、コンパベリン、ディフェンダー。よし。いいぞ。いい調子。ワイヴン倒したか。大丈夫か。修理。やつ修理しよう。大丈夫、はい、修理しよう。やつ。ファイターだ、どこ、この二人。じゃあ、ちょっと逃げろ。それはバーベリアンか。あ、ワイヴンか。じゃあ、攻撃。アントの攻撃かな。じゃあ、このシューターさん。このワイヴン攻撃。あ、シューター、戻って。このやつ。ワイヴンシューターか。このワイヴン。このファイターたち、そっちを殺す。今回いい調子ね。なんだ、ディフェンダーか。ヒエラさん、修理しよう。誰大丈夫？お前大丈夫じゃない。ヒーラーさん、仕事しろ。修理。このヒーラーも、来い。大丈夫これ。お前何持ってきてない。攻撃。これディフェンダーか。ディフェンダーダメ。お前かなり無事。何か攻撃しよう。ビーストか。ファイターたち、戻れ。修理たち。誰か死んだ。誰？私の。こっちに待って。ああ、無駄なやつら。この今のこの人たち無駄に使っている。シューターさん、攻撃しろ。これは大丈夫になる。逃げろ。逃げられない。修理。死ぬかな、このディフェンダーかな。わあ、俺のディフェンダー。ちょっと逃げろ。ワイヴン。もうボロボロこれ。移動じゃない。自分で攻撃しよう。いらない。お前大丈夫？大丈夫？なんで逃げてる？バーベリアンだ。バーベリアンさん。修理。ん？まだ生きてる。ああ、バーベリアンか。じゃあ、お前逃げる。ディフェンダーやれ。ディフェンダーやれ。このファイターか。お前まだ大丈夫。じゃあ修理しよう、このファイター。大丈夫、これ。撃て。撃て。ファイターどこ？お前、ファイター行け。
shoot san. Ichiban ni wa shoot da. Ah, kono hito. Dame so. Omae shuri shiro. Fight take. Defend da jobu. Kono yaku ni tata nai hito. Ah, da jobu kore. Shuri. ま、今回の調子悪くないだけど完璧じゃない。あ、ワイブンか。このファイター。スカウト。あ、ディフェンダー死んだ。行け、ディフェンダー。あ、シューリー。お前逃げろ。逃げろ。 シューター、やめてシューター、やめて。攻撃。ディフェンダー。あのバーベリアンクロス。ファイターどこ？ファイターのビーストクロス。これは2匹か。お前あのビーストクロス。大丈夫これ。大丈夫じゃない。じゃあ逃げろ。 このシューターたち、そのビーストを殺す。やめて。ああ、修理さん、修理さんダメ。修理しよう。退去。みんな退去。バーベリアンたち倒さなきゃ。 ファイターこれを殺す。ああ、ファイターだ、大丈夫かな。やめて、やめて。うるさいな、うるさい。ファイター大丈夫かな。ああ、終了、死んだ。いや、しょうがない、攻撃しろ。修理。 これは5匹。今回いけるかな。ああ、ディフェンダー生きている。じゃあ、あのバーベリアンクロス。ファイターさんのビーストクロス。攻撃。じゃあ、ディフェンダー、これはダメ。ファイターしろ。お前、ちょっと逃げろ。 逃げろ、逃げろ、シューリーさん。あ、いいや、それはなんだ、バーベリアンか。バーベリアンクロス。ファイターさん、こっちに行って。シューリー。これは大丈夫。攻撃。何をやっている、このバカ野郎。攻撃。 バーベリアン倒せるかな。じゃあ、これはファイター。アタッカーファイター、かどうかわからん。まあ、しょうがない。戦うしかない。何か修理しよう。よし、バーベリアン倒した。最後はボス。あ、まあ、このやつ、このヒット倒せるね。最後はボス。 集めてボスを倒す。はい、ファイター大丈夫ね。ファイターアタッカーという、なんという、大丈夫です。最後はボス。これ修理できるかな。ボスどこから来る。ああ、よし、今回勝った。多分余裕ですね、残りのやつら。 何匹いるかわからない。でも、たくさんいる。この2人のディフェンダー。
あのボス、タンクして何をやってるこのバカ。いいぞ。このディフェンダーたち、まずは修理しよう。この人。この修理屋。じゃあみんな攻撃しようか。はい。スピードなくなる。みんな攻撃しましょう。ボスを倒す。シューター。そしてファイター。これは強いか弱いか。修理さん。修理しよう。よし、大丈夫。多分勝ちました。はい、かなり弱いこのボス。勝った今回。何か褒美かな。敵の攻撃を阻止しました。はい。本物の勝ち今回。ふう、うまくいったな。しかし、神羅は必ず。またやってくる。次はいつ攻めてくるかわからないから時々見てきてくる。え？味方は7体残ったから1400ギル返せよ。そうそう、さっき戦場でいいものを見つけたんだよ。君たちの役に立てばいいな。マジックコーン。あ、そっか。本当に勝てるならマジックコーン。じゃあ、1400欲しいか。まあ、いいか、1000大丈夫かな。やめて。そうだ、マジックコーンなんだろう。そうだな。本当に勝てるなら何か手に入れる。マジックコーンなんだ。マジックコーン。マジックコーン、アイテム多いすぎる。マジックコーン、マジックコーンなんだ。どこだ。マジック、これマジックアップ、コーンじゃないアップか。読み違えたか。マジックコーンか。マジックコーンだと思った。マジックコーンじゃない。わからん。だ、まあ、まあいい。じゃあ、あのスケルトンの外交中のところね。マジックホームか。まあ、別に倒せる必要はないかな、このボスたち。時間かかりすぎる。まあ、一回やった。もう終わりかな。ボスたちほどいて。多分無限ね、あの、ボスたち無限なやつ。なんだ、アイテムに取るため戦っているかな。まあ、有限なら続く、無限なら別に続く意味ないようなボスたち。そうだな、ちょっと調べなきゃ。あのボスたち無限か有限か。そうだな、有限なら続きます。無限ならほっといてしましょうか。諦めろ、坊主。
大きいね、この地図。はい、到着しました。同じ号とか。これは同じ。わからん。発掘を頼む。ルナだけが発掘対象じゃないぜ。どれを発掘する？花ループ。フルループ。よし、じゃあ俺のスタッフを貸してやろう。発掘ポイント指定してくれ。これは違うね。丸々直してスタッフの配置は。わからない。何これ？なんで？何の意味？森入ってる。森 めんどくさいかも。別に意味ないだろ。これはなんだ？何かミーティを見つけているか。客スタッフ爆発の計算に決めて埋蔵物の方向を示します。つまりスタッフの視点を変わったポイントが発掘ポイント。地下調査する決定。ではこの地点を掘ります。一番寝れば結果が村の宝箱に入れちまう。何か見つけた？ポーション。ルーナハープはこの土地の地下に眠っている白水。発掘してほしいのなら請け負うぜ。買い物をしたい。ダイヤバングル。ルーの腕は、このルーの腕は2倍ね。2倍か。全部いらないか。よくぞ自然主義者の村、ボーンビリッジへ。何か用かな。古代種の都はどこだ。古代種の都。ああ、忘れるるる。都のことだな。エリスを知らないか。あの女の子のことか。俺はやめろと言ったのに、眠りの森に入っていたんだ。何をしてる？せっか。え、なんだ、ポイント。ああ、ボーンビレッジか。ああ、読んでない。そうか、読むか。何をしてる？ああ、せっか、化石を掘っているのさ。大地だ、語る。この星の歴史、これは何？発掘を頼む。普通の宝、ちょうどいい宝。ルーナハープ。ルナハープだけが発掘対象じゃないぜ。どれを発掘する？ちょっといい宝。よし、じゃあ俺のスタッフを貸してやろう。発掘ポイントを指定してくれ。じゃあ一人ね。じゃあこの場所、この人にいる場所。そっか。じゃあこのやつこっち。
それだけ。客した爆発の間に計算めったき。調査ば丸けて穴を掘って調査します。じゃあ、掘れ、掘れ、掘れ。では一番。何か手に入れたかな。百か。何？そっか。ひどい、ひどいよ。クソポーション。何をやったよ。ルナハートよ、楽器。まあ、後でやるか。読めなかった。ルナハープという楽器があれば、眠りの森は目を覚ますはず。目を覚ませば、森は道を開くと言われています。さっき来たピンクの女の子も、ルナハープを使って森を抜けたんだ。ルナハープが欲しい。シートの天にいる男に聞いてな。ルナハープか。ああ、そうか、あの村に、森に入ったため、ルナハーブ必要か。私たちは最新のシステムで、地下に埋まっているものを発見するに爆弾で人工的に地震を起こし、その震度の反射を測定するぞ。発掘ってのは自動な作業だよ。俺たちが掘り起こした宝物はテントの横の箱にしまっておくんだ。覚えておきな。この先の森は眠り森と呼んでる。森が眠りまどろんでいる間はそこに迷い込んだ人間の迷わすと言われています。入ったら二度と出られないとも。でもさっきピンクの女の子と黒い男の人が入っていたよ。大丈夫かしら？そっかな、無理を入るためハーブ取れなきゃか。しょうがないね。じゃあ、やる。そうだな。今やって、この普通の宝なんだ。よし、じゃあ俺のスタッフを貸してやろう。発掘ポイント指定してくれ。何匹使うか？ボタンを押してスタッフの配置場所を決めてください。100スタッフは爆発の反動を計算に新目を送ってきまいぞ。地下調査時点まで移動し、あらば穴を掘って調査します。では、この時点を掘ります。一晩寝れば、結果が村の宝箱。じゃあ何匹かな？今、一匹。これは誰？クラウドか。クラウド掘っている。この、何のためこの調査人を使うか。ルナハーブ。調査をし、これか。何のためこの人たち集まってる？わからない。これは同じクラウドか。こっちはダメ、ポーションか。はいはい。まあ失敗するときロチよ。まあポーションいらない。じゃあこっちやつ
おいて、そっちも。そっちもやつ置いて。そしてこっち、こっち。それで、二人今回。それはいい。いらん。よし。今回、何かハーブ取るか。では、一晩、一晩。これはクラウドかな。じゃあ、クラウドのいる場所。何のためこの調査たち。何か見つけるなら何か反応あるか。役に立たない野郎ども、何の反応ないなら何もないという意味かな。こっち怪しい。だからこの全部の場所何もないか。みんな反応、何も反応していない。まあこの天の中しようか。入れない。じゃあ天の外、こっち。この人動いた。なんで。じゃあこのやつ、いいえ、ね、天の目の前しよう。ではめんどくさいところ来た。どう、ハーブいらない。ゴミ。ない。なんだ、チュートリオ欲しい。もういらない。まだまだ押せば調査用の爆弾が地中で爆発します。各スタッフは爆発の変動を計算し、目的の埋蔵物の方向を示します。つまりスタッフの視線が変わったポイントが発掘ポイントです。ああ、そうか。どこかで見ている意味か。ああ、今分かっている。じゃあ、こっち見ている。こっちか。じゃあこっち。そっか、ルーナーハーブ見ている。視点、分かっている。あ、よし、分かった。じゃあ、これは、ダメ。まあ、今分かっている。よし、いける。今回いける。俺のチーツ使うなら。じゃあ、これ多分同じ。じゃあ、まずは、捜査人たち。これは一人、これは一人。こっちも一人。こっちも一人。そしてこっちも一人。それは十分かな。まあ、やっと気づいた。そうだな、読めなかった、あのやつ。まあ、読んだだけど、理解できなかった。今は理解できる。どこで見てる？こっち。じゃあ、この中、こっちか。こっちか。まあ、今、セーブでよかったかな。どうだ、ルナハープ取った。キーアイテム、ルナハープ。よし、いいぞ。よし、一発で手に入れた。ルナハープはこの土地の地下
に眠っている発掘してほしいのなら受ける。今回なんだろう、ちょっといい宝、ちょっといい宝欲しい。よし、じゃあ俺のスタッフを貸してやろう。発掘ポイントしてんしたい、うん、じゃあ同じようしようか。まず一人、二人、セーブしたね。今セーブだ。まあセーブするかな今回。よしよしよし、はい、爆弾どこだ。ああ、このやつの目の前ね。じゃあそっちはこっち見てる。だいたいこっち、この人の目の前で。あ、これはいいかな。バントライン、バントライン、なんだそれ。バントライン、武器か。あ、これ、あのや前のやつはなんだ、もう忘れた。あの名前セイトンしようか。名前、あの坊主たちから名前忘れた。あの坊主マインド、あ、マジックアップ、マジック、マジックなんだ、マジック、マジ、あ、これか、マジックコーン。どうやってすか、誰の武器、武器みたいな、マジックコーン。まあそれはいいかな。じゃあ次回は、今入れるかな、あの森。私たちは最新システム違う。ルナーという楽器があれば、眠りの森は目を覚ますはず。目を覚ませば森は道を開くと言われてます。さっき言ったピンク女。はい、ピンク女。ね。さっき、聞いたピンクの女の子もルーナーハーブを使って森を抜けたんだ。下の手、はい、持っている。じゃあ、まあ次回入りましょうか。まあ今日は終わり。よく進んだ。あのピラミッドの場所、神殿、もう終わり。次は森の眠りの森の場所。はい、お疲れ様でした。